振りが効いてるね。まだ10時よ、くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。よし、こねえさん、届いてよ、くるぶしです。お中元だよ。あー、OK。 全然サイズちゃうってなってて、へえ。で、お菓子なんでってなって、うん、イレブンプロって書いてるじゃないって、うん、いや、おめえのマックスだから。マックスが抜けてたわけね。そう、なるほど。本当にセックス、ごめんね。ありがとうございます、いただきます。今回はですね、ちょっとまあどっちかというとキッズ寄りの企画なんですけど、久しぶりのキッズ来た。キッズ案件なんですけど、マジかよ、大丈夫、はい、ここに来てキッズ。もうキッズたちも俺たちのことは許してくれるのかな。今回は、まあちょっとお絵描き系なんですけど、もう出た、はい、あの絵描き歌ってあるじゃない。あるあるあるね。あるでしょ、うん、あれって元を知らなきゃ絶対描けないと思う、うん、絵描き歌を聞いただけではたどり着けないと思うんですよ。でもやっぱたどり着くようにあれ作ってんじゃないの。まあ一応そうだとは思うんですけど、うん、じゃあできると。なるほどね。人類が誰も試みたことがない企画に。そうです、今回はお互い問題を出し合ってちゃんと書けるのかな。なるほどね、対決って。私はね、下手馬といえどね、一応ね、デザインでもね、お金いただいてるので、あ、ここはしっかりやらんと怒られますからね。なんかいい前振りが。2問ずつやりましょう、はい、大正解しちゃうよ俺。いやマジでやらせなしでやりましょう。オッケー。今回もアナログで、ね、紙とペンでね、おっしゃー、書きます。先行高校、来るちょもできましょうか。オッケー、かしこまり。じゃあちょっと絵描き歌をね、やらせますんでね、2問ですからね。あ、じゃあレディーゴーからいきましょう。そうだね。じゃあ、早速いきましょう。レディーゴー。第1問ですね、チョモちゃんに書いてもらう、書いてもらう。さっき、それはさっき書いてきました。ごめんね、知らん知らん。パンケークスっていう、ね、エロアニメ。何パンケークス。じゃあ、くるぶしの第1問はですね、はい、こちらです。いきます。はい。丸いみかんがありました。夏にはスイカも甘いよ。真っ赤かトマトが揃ったら、美味しくてお目目もびっくりだ。お山をぐるっとドライブ。お山のてっぺん登ったら、いい眺め。おにぎりもぐもぐ高菜入り。これ最後の歌詞はもうダメだな、バレちゃう。あ、そう、はい、これちょっともうなしで、もうこれこの時点でわかるんで。なるほど、はい、じゃあ書けましたか。書けた、はい、これ多分合ってると思うよ。はい、じゃあ見せてください。はい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 。これなんすか。オレンジ、みかん、みかんに甘いスイカ、トマトで美味しくておめめパチクリ、山をドライブ登ったら景色よくて高菜入りのおにぎりです。そのまんま。サイコパス。怖っ。そういうのじゃなかった。おにぎりも皿に置いてリアルに絵描き歌で、まあそんなような形みたいなさ、ニュアンスじゃない。なるほど、はい、それをつなげて一つの絵にするってことね。そうですね。絵描いて楽しいじゃないんだ。そうですね。なるほど。ごめんね。Wandering around。 ちなみに今の正解はですね、くまもん。くまもん。こちらくまもんです。くまもんって言われたくまもんに見える。くまもんじゃねえ。はい、いや無理じゃない。いやてかね、くまもんって言われても、うん、パッと絵が思い浮かばへんから難しいな。ちょっとほな難易度下げていきます俺は、はい、いけるように。はい、いけるように。ごめんね。くるちゃんの1問目こちらです。はい。さくらんぼさくらんぼ逆さに富士山見つけた見つけた。以上です。え誰かの顔の下。サイコパス。これ何。こちら、はい、チワワです。
え、富士山どれ？チワワ？チワワ。え？ねえ、まるちゃん。どこが？これ無理や。マジで合ってるそれ。めっちゃ短いけど。そう、めっちゃ短い。簡単なやつやから。うわぁ、めっちゃ難しい。え、その絵、どんな感じのチワワになってるんですか、最後。俺ちょっと描いてみますね、ほんなら。チワワちゃんやって。ここの説明だったね。そこは、はい、チワワちゃんっていう説明。これチワワ。そう、これチワワやねんけどね。楽器歌だね、そういうもんやろね、きっとね。ちゃんと絵にしたらいいんでしょ。そうですね。ルール分かってなかったわ。ほんままる。いや、これ完璧に合ってるよ。これ逆にすると。キッズちゃうんかい。サクランボ、サクランボ、サクサクです。見つけた、見つけたが、シュ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 やったね。